さあというわけで今回はですね5周年のアップデート情報にあったスターシール機能でございますね。本当にたくさんの画像とね公式の生放送で丁寧にね説明してくださったんですけども、まあ、自分の動画の方とかでコメント見るとやっぱりなんかこうあれこの人勘違いしてるなって人もちらほらいましたのでやっぱり複雑なんですよね。なので今回は自分なりに分かりやすく説明していこうかなと思います。まずこのスターシールがどうやったら手に入るかというと5周年のアップデート後に皆さんガチャを引くとガチャシール貯まりますよね。そのガチャシールからスターシールに交換することも可能ですし、ガチャ終了時に普通であれば今までだったらミッシェルシールだったんですけれども、それがなくなって新たにそこからスターシールに交換することができるので、ガチャを引いた分だけもらえるシールだと思ってもらえればいいのかなと思います。例えばこの状態だったらガチャシールが160枚ありますので、ガチャ終了後に160枚のスターシールが手に入るよという形になります。でまだ明記されていないので何とも言えないんですけれども、ドリフェスやキラフェスはどうなるのかっていうと、こちらのガチャは終了時に通常ガチャに戻るので、おそらくスターシール獲得は可能なのではないかなと自分は思っています。そしてこの獲得したスターシールなんですけれども、こちらのシールには期限がありませんので、好きなだけこのスターシールを貯めることができます。続いてはこのスターシールの使い道なんですけれども、通常のガチャであれば300連引けばガチャシールが300枚貯まり、ようやく交換所で好きなメンバーを交換できるよという仕様だったんですけれども、このスターシールはですね最大で100枚までガチャシールに変換することができるんですね。なので200枚のガチャシールがあれば交換することが可能になるよということなので、実質200連で天井が可能になるということになります。またスターシール実装に伴い、これまではガチャシールが300枚貯まったら誰かまたはミシェルシールと交換しないと、引き続きガチャが引けないよという形になっていたんですけれども、スターシールが実装されれば300枚貯まってもガチャを引き続けることができるようになるそうです。ただこのスターシールは誕生日ガチャなど一部の限定ガチャでは使用することができないそうです。誕生日ガチャは100連で天井になりますので、スターシールが最大100枚まで使えてしまうと無料でゲットできるよという形になりますので、使用できないのはしょうがないのかなとは思いますね。で現状明言しているのは誕生日限定のみとはなってるんですけれども、そこになどとも含まれているので、おそらくコラボ限定とかも入ってきそうではあるのかなと思います。そしてこのスターシールにはもう一つの機能がありまして、スターシールが合計300枚あれば過去に登場した工場の星4メンバーと交換することが可能というね、まあ、結構とんでもない機能になっているんですけれども、これ気をつけないといけないのが、実装されて1年以上が経過したメンバーのみだということと、あとは限定メンバーは交換できないよというところでございますね。でもこれ本当にすごい機能で、仮に50連引いて自分が羽沢つぐみちゃんが当たらなかったとは残念だなと思っていても、そのつぐみちゃんが工場メンバーであるならば、1年後にそのつぐみちゃんをスターシール300枚で交換することができるよというところですね。あとはですね、ガチャで星4メンバーが被ることってありますよね。僕結構日常茶飯事で被るんですけれども、もし被った場合はですね、スターシールが30枚追加でもらえます。これもねかなりでかい救済措置になっていて、大げさに言えば星4メンバーが10人被ればスターシールが300枚獲得できるよということになるわけですね。もちろん被った星4も手に入ります。ただですね、ちょっと勘違いされている方もいらっしゃったようなので気をつけないといけないところがありまして、今控室に被りの星4メンバーがたくさんいるからといってそれがガチャシールに、ね、なるわけではないので、そこだけ気をつけましょう。あとですね、ミラチケ等のガチャ以外で手に入れた星4の場合も、追加スターシールがないので気をつけてください。ではこのスターシールが実装されることによって何が変わるかというと、単純に従来のガチャよりもハードルがぐんと下がることですよね。これまでは300連いかないと天井に行けなかったのが、スターシール100枚あれば200連で天井に行けるという、まあ、単純に3分の2下がるっていうところだけではなくて、仮にガチャを爆死したとしてもそれがスターシールで残りますので、それが次のガチャに行かせたりとか、または300枚貯めて好きな工場メンバーと交換することができるというところ、あとはですねやっぱり星4の、かぶりのダメージがめちゃめちゃ下がることですね。これまでは星4かぶったとしてもスキルレベルを上げるか、またはミッシェルシールに交換するしか用途がなかったんですけれども、これからは星4がかぶったらスターシールがもらえるので、それをまたうまく貯めて工場メンバーに交換、または次のガチャに生かすことができるというところですよね。またはやっぱりさっきも言ったように工場メンバー交換することができるので、うまく交換することができたら全員星4メンバーで編成も可能になるというところですね。そういう編成の幅が広がるというところもこのアップデートの強みなのかなと思います。
ただね、そうなってくるとね、いよいよ工場ガチャを引くべきなのかっていうところになってくるんですよね。どうしても期間限定ガチャもちょっと増えたりとか、まあキラフェスも増えたりしてますので、そうなってくると限定ガチャに狙い撃ちをして、それでもらったガチャシールでその工場メンバーを交換するっていうのがなんかこれからの基本ムーブになってきそうな感じはするんですけれども、まあそれでもやっぱりフェス限とか期間限定シールが使えるかとか、または、手に入れることができるのかとかでまた変わってくるとは思いますので、まあ、これからスターシールがどんな風になってくるのかちょっと注目したいなと思います。